トラランチャンネルはいお願いしますそれでは MVP インタビューをさせていただきます2023ジェラクライマックスシリーズ戦 MVP の木並聖也選手ですおめでとうございますありがとうございますえ、まずは クライマックスシリーズ優勝三3連勝で決めました、今のお気持ち、聞かせてください、はいえー、ファンの方の、えー、声援もあって、あの3連勝できて、本当によかったです、はいえー、そして、MVP にも選ばれましたね。いや、本当になれると思わなかったので、本当に嬉しいです。はい、10打数5安打、打率5割1打点、本当に大暴れでしたけれども、その要因、どんなところにあったんでしょうか。 いやそうですねあの、本当にチーム一丸となって、あの勝ちにいくっていう姿勢を常に見せてきたので、あの本当にそれができたのが良かったと思いますしあの、チームに貢献できたっていうことが、一番良かったです中でも印象に残っているシーンを挙げるとしたら、どこになりますかいや,やっぱりさよならの場面かなと思います、はい、さよならは、みんながつないできたチャンスをというふうに話していましたけれども。はい そのあたりいかがでしょう。そうですね。あの大山が出て、あのみんなつないでくれて、はい、あの自分が決めようって強い気持ちで行ったので、本当にそこで打ててよかったです。え、はい、そして優勝監督インタビューでは岡田監督も MVP に名を挙げていました。その辺も特別感あったんじゃないですか。そうですね。本当にあの MVP の時と一緒で自分だとは思わなかったので、まあ監督にもそうやって。 言ってていいいたただいて本当にありがたいですね、はい、CS 前はとにかく守りをとおっしゃっていましたけれどもその辺りも堅い守りを見せたんじゃないいでしょうかはいえー、バッティングより守備の方が大事だと思っていたのであのすごい守りからあの集中して入っていけていましたし、まあ、それがあって打撃につながったのかなと思います。はい チームとしても普通にいつも通りとみんなが口をそろえて話していましたけれどもそのあたりの試合運びっていうのは木浪選手、どのように捉えてましたそうです、ね、あの目の前の試合を、えー、しっかり勝ち抜くっていうことをみんな常々言っているのでもう本当に1試合1試合あのチーム全員で勝てたと思います、はい、さあ3連勝で一気に日本シリーズ進出を決めました。 日本シリーズへ意気込みをお願いしますはい、えー、まだまだ、えー、先はありますけど、えー、一勝一勝あの目の前の試合に勝って、えー、日本一目指して頑張りますありがとうございますクライマックスシリーズで優勝監督 MVP の木波聖弥選手でしたありがとうございますありがとうございました